はい、こんにちは。派遣社員の独り言第223回目となりました。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマはトラブル対応について取り上げてみたいと思います。トラブル対応といっても、私たち派遣社員のトラブルというよりは、どちらかというと上司にあたる派遣先の社員の方のトラブルって言いますか、私たちも全く関係ないわけではないんですけども、ちょっとそのスケジュール通りに行かなかった時の対応について、ちょっと今回お話をさせていただきたいと思います。今回会社でですね、使っているパソコンのちょっとバージョンをですね、上げるというような、作業が入りまして、その社員さんといってもやっぱり数百名いらっしゃるんで、順々にこうスケジュールを立てて、何月何日にはの何時に例えば持ってきてくださいみたいな感じで、いろいろこうスケジューリングを立ててたんですよね。で、実際それまでにもいろいろ準備をして、そのパソコンにつなぐためのその機器っていうのも準備して、ちゃんとそれを接続すればこう自動的に何ていうんですかね、インストールされるっていうような状況で、当然時間はかかるんですけども、そこだけすればできるというような状況だったんです。で、ただ設定をですね、バージョンアップさせるために、その機器をですね、接続しないと、いわゆるその、例えば Android とかですね、iOS とか、そういったものをこうバージョンアップするみたいな感じで、結局インターネットサイトからですね、こうダウンロードするようなことになってしまうんですよね。そうするとかなりやっぱり時間がかかってしまうんで、もともとそのインストールされているその機器を、直接その機械につなげば、高速で通信ができるっていうことなんで、有線でつなげればですね、早くできるのを皆さんご存知かと思われるんですけども、そんなような感じでですね、準備を私たちしていたわけなんです。で、実際ですね、その、バージョンアップの開始の当日なんですけども、そのケーブルをですね、パソコンに接続したんですが、どうもですね、予定よりも時間がすごいかかってるんですよ。で、何かわからないんですけども、そのどうやら機器のちょっとトラブルが発生したようで、どうも解決方法もなかなかわからず、結局その日とその次の日は対応ができなくなってしまったんですよね。で、そこの派遣先の社員の上司は、なんとか解決しようとして努力はされていることは認めるんですけれども、結局どこに聞いてもですね、たらい回しにあってしまって、その解決方法というのがですね、なかなかわからなかったんです。で、そうこうしているうちにどんどん時間ばかり過ぎていってしまって、これ以上このスケジュールを、お尻が決まっているわけなんで、それ以上伸ばすことはできないというようなことを関係部署からも言われてですね、もうどうしていいかわからないような状況になってたんですよね。で、いろいろそのインターネットで調べたりとか、各メーカーに問い合わせたりとか、そういったことをされている状況ではあるんですけれども、時間だけが経っていくというような、先ほども言った通りで、全然解決しないんですよね。で、いろいろその検証機っていうので試してはいるんですけども、やっぱり当初予定していた通りにスムーズにこのバージョンアップができないといったようなトラブルに見舞われてしまったんです。で、私も派遣社員という立場から、その派遣先の社員の方にですね、あまりこう言うことっていうのはちょっと言いづらい部分はあるんですけれども、一応その取引先の企業でですね、そういったやり方とかですね、接続の仕方、設定のバージョンアップの仕方、そういったものに詳しい会社があるんですよ、取引先に。で、私ももう本当にもう時間もないし、いろいろこうお金もかかってるわけなんで、プラス何百人という社員の方のですね、バージョンアップをしないといけないという期限も決まってるわけなんで、もうこれだったらちょっと上席者に話をしてですね、お金を払ってでもですね、その方に来てもらって、直接設定を見てもらったりとか、何か機器の不具合がないかとか、そういったものを見てもらった方がいいんじゃないですかって言ったら、そんな金はねえみたいな感じで、もう突き放されてしまってですね、で、結局解決に至らないような状態のまま、一日と過ぎていくわけなんですよ。で、結局、その解決方法はちょっと至らないまま、
まあ、もうスタートせざるを得ない状況になってしまったわけなんですけども、まあ、結局自分で解決しようという気は私もまあ、派遣社員という立場でいながら、まあ、恐縮なんですけども、まあ、その方を認めざるを得ないというようなところはあるんですけども、ただやっぱり自分一人の力で解決できないことって多々ありますよね。やっぱり期限も決まっていることなんで、いろんな人の協力を仰がないといけないですし、まあ、時にはまあ、お金をかけてもですね、まあ、スピードを求めないといけない場合もあるんですよ。そういったところの判断というのがですね、今一つできていないような状況で、まあ、結局派遣先の上司のさらに上司ですね、に、まあ、相談するっていうことはほとんどなかったというような状況なんですよ。で、結局、まあ、そのユーザーさんには迷惑をかけてしまうというような結果に至ってしまって、まあ、最終的には解決に至ったんですけれども、まあ、その間やっぱり数日間、まあ、1週間弱ぐらいですかね、まあ、結局どうこういろいろやってるうちに、まあ、スケジュールが伸びてしまったというような結果だったんですよ。なんでやっぱり社員としてはやっぱりそこ迅速にですね、どういうふうに進めていくべきかっていうところをスピーディーに、まあ、時にはお金をかけてでもですね、解決しないと、まあ、大掛かりなまあ、プロジェクトみたいな感じだったんで、まあ、独りよがりといったらちょっと語弊はあるんですけども、まあ、自分のこだわりで自分で解決するっていうところに、まあ、引きずられてですね、まあ、他の方に迷惑をかけてしまっているというような状況は、まあ、避けるべきだったんではないかなと思いまして、今回お話を終了させていただきたいと思います。当然私たち派遣社員は、まあ、何かあったらすぐ上席に相談するっていうのがまず第一にあると思うんですが、まあ、それと同様に、まあ、派遣先の社員の方もですね、自分でどうにかできなかったら、まあ、すぐに上席者に相談をして、まあ、指示を仰ぐというのが、まあ、適切だったのではないかと思います。今回のお話は以上となります。今回もご視聴いただきありがとうございました。